2段階目来た、やっと。試験にはもう慣れたのかよ。もう慣れすぎて。そっか、それよかった。もう156日目やぞ。でもちょっとでもわからないことがあったときは俺を頼ってほしいな。頼られたい系。さっき俺にできることなら相談してくれって言ったけど、別に試験に関係ないことでもいいんだ。何か悲しいことや辛いことがあった時も俺のところに来てほしい。ほら、一人でふさぎ込むのは良くないって言うだろ。それに俺、レイナに頼りにしてほしいんだ。なんかほっとけないっていうか、なんで？あ、誤解しないでくれよ。別に子供扱いしたわけじゃないんだ。そういう意味で言ったんじゃなくて、気になってしょうがないという意味。なんていうか、一人の男として君を放っておけないっていうのかな。うん、そんな気持ちなんだ。はあ、そんな風に思われるのは迷惑かい？ああ、そんな。あ、ほんとかい。じゃあ、これからももっと頼りがいのある男にならなくちゃな。いや、別にならなくてもいいって。でもさ、誰々が好きだとかいう悩みはできれば、いや、絶対聞きたくないから、それだけはやめてくれよな、お前。わがままだな。レイナ、あー、ダメだ。これダメ。いや、違うんだよ。違う、ランディ。お前にやってほしいのはこれじゃない。自主育成じゃなくて、自主防火やってほしいんだ。いや、これはちょっとなぁ、やってほしいんだけどな、やっぱり自主妨害の確率の方が低いか。来たー、俺の送った風の力よ。渦巻く風となって、レイチェルの元から離れろ。離れろ。よし。どこかい？行け。1、2、3、行け。うえい。いや、いや、全然ダメじゃん。あれで満足したらよかった。来たよ、最初から。ほら、もっと行け。ほら、リコ、26になったよ。もっといけないのか。3個、やっぱり今回はいいぞ。4個、いえ、4個。いや、なんていう、お前、よくやった。4個だ。4個破壊した。めちゃくちゃ、これなら自主育成しても大丈夫。もうこのルミエル、今日だけはいいぞ。今日だけはいい。で、これで終わり。みんなもうやめて。これでいい。マルセルか。まあ大丈夫だね。まあいいよ、今日だけはいいよ。しかもできない。よし。ユミエルとゼフェル。まあ、ちょっと番数を変えるためにちょっと見ようよ。あなたのことが気になって寄ってみたんですが。よ、レイナ、暇だったから誘いに来てやったぜ。ユミエル。なんでだよ、レイナ。おめえ、俺じゃ嫌だってのかよ。ふざけんのもいい加減にしろよ。怒らせてしまったの。で、ルミエルはどういう反応するのかみたい。このような状況は、なるべく避けたいものですね。お？やっぱりジュリアスに接触したな。最近のお気に入りのジュリアスか、レイチェルは。俺さ、最近思うんだ。君が何かにくじけそうになった時、それを支えてあげられるようなそんな存在になりたいって。なら妨害しろ。お願い、妨害。母さん来た。レイナの願い通り、レイチェルのために送った風の力よ。俺も元に戻れ。一個、もう一丁、もう一丁、まだまだいける。3個、もっといける。4個は当たり前でしょ。4個だ。で、もう4個が最大記録か。よく来たな。お前はいつも何かを目指しているのがわかる。羨ましいものだな。先生。
にくれるというのか。君の心遣いに感謝する。ありがとう、レイマ。よし、二段階目、勝ち気。勝ち気主人公かけるエルンストーン。の二段階目のイベント。このパターンか。まあまあ一応やってみる。あの、エルスト、好きだ。え、そんなん、突然。いや、これは成功パターンだ。いや、あ、じゃあ声がつくぞ。自分から告白するパターンは声がつく。そして、まあ、性格による分、あの、差分がない。つまり、どんな性格の主人公でもセリフは同じ。どんな、そんな突然心の準備が。いや、しかし、レイラン、女王候補の資格を、放棄すると言うんですか？私もこんなことを言われたことがないわけではないんですが。ないことではないの？研究よりもその人を選びたいと思ったことは初めてでして。ですからこんな突然だと気の利いたことが何も言えないんですが。大丈夫、キモいこと言わなくていいから。できる限りあなたを幸せにします。ありがとう。ありがとうっていうのはいいな。もしあなたが女王ではなく誰かと共に生きることを選べる時が来たとしたら、やっぱりあのチャーリーのあれのイベントを見た後でも他の協力者とこのフラグを立てることができるじゃん。え、これ本当のサンマタじゃん。だってもうあのチャーリーの告白を受けたのに主人公まだエルンストに告白するし。どうか私を選んでください。今言えることはそれだけです。それまではあなたが育成を完了される日を心待ちにしています。では。ああダメか。あ、まあ、あの断れるかもしれないからこのパターンも見てみよう。同じ日なのにいきなり態度全然違うじゃん。そんな、何をおっしゃるんですか。あなたは女王候補、新しい宇宙の女王となるべき方なのですよ。一階の研究員などにおっしゃる言葉ではありません。どうかお考え直しください。真面目、ええな。今日のあなたの言葉は忘れません。しかし私はそれを受けられる立場ではない。どうか女王となって新しい宇宙の未来を私たちに見せてください。あなたにしかできない宇宙の奇跡を。もう個人的に話す機会はないでしょうが、女王試験への協力は惜しみません。では失礼いたします。まあまあまあ、いい誠実な、いい断り方なんじゃないかな。まあ分からんけど。もうエルンストらしい、これはいい。あなたは今まで普通の学生として過ごしてきたと聞いていますが、不思議だ。あなたからは突然女王候補に選ばれて政治に来たことへの戸惑いが感じられないのです。まるで女王候補としてここへ来たことを当然と思っているような。これ勝ち気主人公専用のセリフでしょうね。いえ、もちろんそれは悪い意味ではなく、むしろいいことだと思います。意外ですか？でもこれは負けでもない私の本心なのです。嘘をついてなどいません。意外でもないと思うけど。あなたを初めて見た時から誰かに似ているとずっと考えていたのですが、姉でしょ。あのお姉さんがあの奔放的な人っていう話聞いたし。ようやくわかりました。顔などではなく性格がです。あ、姉も同じ性格か、お姉さんも。それを思うと不思議ですね。私が懇意にする人というのはある法則に従っているのです。どのような法則だと思いますか？みんな性格が強いのです。選択したつもりはないのですが、しかしそうでもなければ研究に没頭しがちな私の目を他に向けることは難しいのでしょう。つまり受け身だから強引に来ないと、もう強引な人の方が合うみたいなでしょ。そういう話でしょ。
あなたもきっと、いえ、私のことなどよりも試験の方を優先すべきでしたね。ん？何を言いたいんだ？どうぞ、試験だけに専念なさってください。それはそんなんでいた方がいいでしょう。どうぞ、こういうと、この部屋の時の選択肢は攻略に影響するから、これは慎重に選ばないと。大体簡単な質問だけど、この点点点がある方は大体外れだから、これはそんな。でも私に興味を？いや、それは困りましたね。ですが、で、かわいい。ですが、いえ、なんでもありません。今日は楽しかったですよ。では失礼。まんざらでもないエルンソ。エルンソさんってば何が手番？